広島公園で風船なんですけど、まず上の全然広島っぽくないゴンちゃんの写真にしました。今日は広島公園です。素敵なお花を用意していただきました。ありがとうございます。今年はですね、友達とかが就職して県外出てたり忙しいみたいで、なかなかね毎年呼んでた人たちに来れなくてちょっと寂しい気持ちがするんですけど、ファンのみんながすごいね会心だから行くよって言って、とても嬉しいので楽しんでいきたいと思います。ワクワク、バイバイ。はい、本日は広島公園です。はい、約1年ぶりの広島公演で、今年も広島にツアーで来ることができまして、盛り上げていきたいと思います。なのでね、不調子なんですけど、心残りないように全力でライブをしていきますので、温かく見守っててください。よろしくお願いします。頑張れよ。はい、ということで今日は広島公園にやってまいりました。私の地元は広島ということで、今日はね気合をバチバチに入れて頑張っていきたいと思います。きっと愛漁師の人たちも、私と同じぐらい気合が入っているので、それに負けないように、そして皆さんのこともしっかり盛り上げられるように頑張っていきたいと思います。今日は愛理ちゃんの広島凱旋公演ということなので、しっかり盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。そして今日はくるみちゃんと髪型がお揃いのハーフツインですので、皆さんしっかり目に焼き付けておいてください。頑張ります。はい、ということで今日は広島公演です。今日はですね、愛理ちゃんが主役なので、髪飾りをつけずゆうちゃんとハーフツインがお揃いです。嬉しいです。ということで今日は1年ぶりくらいの広島なので、前回の仙台公演に引き続き熱をそのまま持って頑張りたいと思います。はい、本日は広島公演です。イエーイ、愛理ちゃん凱旋公演です。広島を来るたびに温かさをすごく感じて嬉しいです。たくさん盛り上がるじゃけー。今日はツインテールしました。頑張りたいと思います。アイリちゃんが食わされました。差し入れを。甘いものとしょっぱいものという。さすがです。ライブ後にたくさん食べていただきたいと思います。いただきます。今は我慢。そう。やっぱなんか広島
まあ、なんか愛理ちゃんの地元っていうのもあって、なんか愛理ちゃんみたいな温かさがあって、本当に毎年来れてすごく楽しいなと思います。本当に来てくれた皆さん本当にありがとうございました。また広島行きたい、頑張ります。バイバーイ。はい、広島公演も無事終わりました。この広島公演毎年毎年愛理ちゃんっていう感じなのかな。なんか広島ならではの温かさがあって、すごく居心地が良くて、広島公演まとまってドンってなれたので、なんかもうこれを持って次の大阪公演に行けたらなって思っています。頑張りたいと思います。引き続き広島公演させていただきありがとうございました。お疲れ様です。またじゃけん。はい、ということで今日は広島公演ありがとうございました。MC でも言ったんですけど、今日は愛理ちゃんの凱旋公演ということで、まあ、愛理ちゃんがいつもより主役のライブだったんですけど、なんか愛理ちゃんのファンの方が愛理ちゃんを見てすごい盛り上がって、その様子を見て後ろの人たちとかもなんかほっこりにっこりしてる様子を見て私をほっこりしたので、すごくいいライブだったなと思います。いつもこうやって温かいフロアを作ってくださる皆さんのおかげでいつも楽しいライブができています。今日もありがとうございました。次は、明後日大阪頑張りたいと思います。はい、今日はツアー広島公演に来てくれてありがとうございました。すっごくすっごく楽しくて、本当にあっという間だったなっていう印象がとてもあります。めちゃめちゃ疲れたので美味しいご飯を食べて、明後日のツアー大阪も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、広島公演終わりました。ありがとうございます。みんなすごい楽しかったって言ってくれて、広島もいい場所だねとか、凱旋公演おめでとうとか、たくさん温かい言葉をかけてもらえてすごいハッピーで嬉しいです。みんな本当にありがとうございました。明後日の大阪公演も頑張りたいと思います。じゃあね。広島の打ち上げ？打ち上げです。打ち上げってほど打ち上げてないけど。お疲れ様です。美味しいもの食べてます。疲れてる。幸せです。可愛い。こちらもらっていいですか。可愛い。はい、大阪公演です。わーい。ゴールデンウィークの最終日に。くるみちゃんの凱旋公演があるということなので、リハも終わってご飯も食べてたこ焼きも届いてライブをするのみとなっております。去年よりいっぱい人がいるみたいなので、会場で来てくれてる人たちがみんなね、ここが良かった楽しかったってなってくれる一日にしたいなと思います。頑張りたいと思います。えいよー。はい、ということで本日は大阪凱旋公演です。はい、今まで大阪は凱旋って言ったことがなかったんですけど、今年からなんか凱旋って言ってるので凱旋でーす。小学6年生の時にデビアンに受かってから、家族に東京に魂売ってくるねって言ったので、大阪の子なんですよっていうこと言ってなかったんですけど、しっかり大阪で11年間育ちました。はい、そんなところでですね、こんな大きいビッグキャットでワンマンができるようになって本当に嬉しいなと思います。今日もいっぱい盛り上げて頑張りたいと思います。はい、今日は大阪公演です。イエーイ、くるみちゃんの凱旋公演やでー。ビッグキャットすごく大きい会場で、去年も出していただいたんですけれども、今年もすっごいワクワクしてちょっと緊張するか心配なんですけれども、たくさん頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はツアー大阪公演ということなので、ゴールデンウィーク最終日というのもあるので全力を出し切って本当に楽しみたいと思います。もちろんファンの皆さんも楽しませられるように頑張っていきたいと思います。イエイ。はい、今日は竹越くるみの凱旋公演ということで、広島公演をいっぱい盛り上げてくれたので、今日は竹越くるみをしっかりと主役に立てて、でも私たちもしっかりと頑張っていきたいと思います。楽しみだ。気合を入れて
人をミステリーと見つけて、くるみちゃんの凱旋を盛り上げていったんですけども、デビアンってすごい優雅だなとか、ファンの人が温かいなとか、いろんな気持ちが芽生えたライブだって、楽しいなって思いました。なので、次の北海道公演も頑張るぞ！バイバーイ！はい、ということで大阪公演終わりました。ありがとうございました。 MC の時は声がガラガラだったんですけど、歌になると完璧に歌えて安心しました。はい、来てくれた皆さん本当にありがとうございます。そしてたくさんの方が、お帰りとか凱旋お疲れ様って言ってくれて、本当に本当に温かくて嬉しかったです。ありがとうございます。また大阪でライブとかワンマンとかできるようにもっともっと頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、今日はツアー大阪に来てくれた皆さん本当にありがとうございました。くるみちゃんの凱旋公演ということで、くるみちゃんがすごく楽しそうにしている姿を何度も見れて、本当に私もすごく幸せな気持ちになりました。次はツアー北海道なので、この楽しさを北海道にもお届けできたらなって思います。頑張ります。はい、今日は大阪公演ありがとうございました。はい、最初のもう1曲目からすごいぶち上がってて、私もすごく嬉しかったですし、ビッグキャットもやっぱりすごくいい会場で、ここでデビアンでライブができたことが本当に嬉しいなって思いました。また立てたらいいなって、たくさん頑張りたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。バイバイ。はい、大阪公演が無事終わりました。去年に来た時、デビアンレーダーチームが来てくださいまして、私たちデビアンをよりレーザーのおかげで引き上げてくれたライブです。一日空けて広島から大阪だったんだけど、広島と私たちが違う大阪のあったかさがあって、すごい楽しかったし、もっとデビアン出てきたらなって思っちゃったりしてますので、ありがとうございました。次は北海道です。イエーイ。私が作りました。はい、ということで配信が終わりました。今日はいっぱい語ったんですけど、ツアーただいま絶賛ツアー中でして、たくさんの楽しい思い出が今できているので、まだ間に合う、みんなまだ間に合うよ。一つでも多くの公演に来てください。それじゃあ今週もお疲れ様でした。いい夢を見てください。